どうもパフォーマンストレーナーの総之助です。はい、今回ですね、初めてです、タイムレッスンスティームダンスプラクティス見たいと思います。すごくこうね、新しくなってきて、多分彼らの本質というか、もっともっと自分たちが作りたい世界がもっともっとこれから出てくるんじゃないかなって、すごく楽しみにしてます。まあ、松島君も佐藤君も菊池君もね、日本の民放ではもうよく見るもう顔ですから。はい、ただ僕自身そんなにダンスとか見たことがないので、僕もともとジャニーズ大好きなので、もともとというかもうキンキさん大好きなので、まあそういうこと嘘を本当と思う方はぜひ過去の動画見ていただければわかると思うんですが、はい、もう僕はすごく好きなので、はい、見たいと思います。楽しみですね。いや、もうこうバコーン出てきたところでね、もうこの佐藤君のビジュアルがちょっと異常ですね。このベビーフェイス、96年生まれ、僕と10個ぐらい違うのか。まだ30歳になってないんだね。いきましょう。おちょっと緊張してるかな。珍しいな。いいね。これね、ごめんなさい。ダンスプラクティスではないかな。正直。これは、ほぼほぼパフォーマンスビデオです。ダンスプラクティスのフィックスバージョンって言って、カンとこう、一個だけカメラを置いて、あんで固定してやるもんなんですけどね。スノーマンさんとかみんな面白いですね。ダンスプラクティスって言いながらガチっていうね。ちょっと待って、今何？うい。ちょっと待って。松島くん？後ろ。全然わかんないんだけど。うお。おー。めちゃくちゃ体動きますね。おー。ウェーブの通し方見てください。From here. 足先こんな立ってね。ウェイ。あ、もうこれパフォーマンスビデオですね。はい。まあどっちでもいいんですけど。ウェイ。なんかこんな姿あんま見てないな。これがあれかな、松島くん結構動く。ダンスの質感はなんか松島くん高そうですね。ウェーイ、ナイス。佐藤くんのこの足、いいっすね。僕はもうね、こう、かかとがしっかりこう、なんていうのかな、ヒール等の使い方でしっかりかかとが上がるっていう体の質感が好きなんですよね。ウェイ。なんか菊池君やっぱりなんか痩せたっていうか、一時期ちょっとぼやっとしてたけど、ちょっとなんかやっぱり年齢を重ねるともにやっぱシュッとなってますよね。ウェイ。おー、股関節入りますね。やっかりですね。松島くんも動きいいっすね。すーいい感じで、めっちゃいい感じで股関節入ってくね。すーきれい。There you go。 あ、なんか力の使い方もかっこいいっすね。こういうアームス、こう縦線で点でつなぐこの力強さ、アームスとかこういうバコーンとこう決まり方って、こう浅くっていうよりもこうバチッとこう決まった方がかっこいいっすもんね。いや、めちゃめちゃ足使いますね。足使うっていうか、足先までこう力がいくというか。おい、あ、ダイナミックっすね。おお。いや、僕全然セクシーゾーンさんって見てなかったけど、そこまでね。こういうテイストもなんかね、こ
こういうテイスト出したかったのかね。もともとあったのかな、こういうテイスト。おお、いい感じ。これがこれぐらい足先映えてくるとかっこいいっすよね。えい、あー、さすが松島くん、かっちょいい。なんかね、これダンスとか普通に僕なんか全くセンスがなくて7年ぐらいやってたんですけど、こういう風にね、あの足かかとが今こうお尻にこう密着するぐらいこう動いてるじゃないですか。普通って思うかもしれないんですけど、自分で動画を撮影してダンスの動きとか見るとこういったとこって全くできないんですよ。できてないんですよ本当に。でこれが浅いのか、ちゃんとここまでかかとがねお尻まで持ち上げれるのか、もう全然見栄え違うんですよ本当に。しれっとした動きかもしれないですけど、ダンスって言ったら本当難しいですよね。うん、おお、ここいいっすね。なんかかかとくって入ってシフトする感じ、ここに線が綺麗ですね。うぃー、おお、すごい、めっちゃ印象変わった。めちゃくちゃ体使えますね。うぃー、股関節も柔らかいし、うぅー、抜けない、つま先ドゥン、おお、ここで音取ってる。 Here、 分かったかな、ここか。うぃー、おお、おー、やわらけー。あ、めちゃくちゃ印象変わったね。松島くんは体動きますね。うおー、やわらかいっすね。いやー、あー、これ足の運足とかこんなに安定してるんだよ。なんで？ちょっとぜひコメントで教えてください。松島くんめちゃくちゃ体使うの、ダイナミックっていうか、うん、制限がいい意味でよ、本当にちょっとなんかこうリミット外れてる感が、でもしっかりコントロールされた、うん、可動域であり、うん、シャープさ、めちゃくちゃ印象変わってる。なんか紳士的なこう印象が、なんか若い紳士的な印象がなんかセクシーゾーンさんみたいな感じなイメージあったけど、全然違うね。うおい、素晴らしいね。おお、ちょっとねあれだね、あーか、綺麗。おー、アームスとかハンドのキレもそうだし、アームスの出し方かな、出し方とかこの手の質感とか体のこう面の切り方とかはちょっとまた別もんすね。うん、うん、今もそうですけど右の股関節もこれね、あ、右生きてるでしょ。うん、で、あの腕の遠心力の使い方とかもすごくうまいっていうかシャープっすよね。スイングした、これ両手上に上げてからのこの下入るっていう、この質感の使い方、エネルギーをできる、この四肢で表現するっていう、これできる人たちって結構なかなかいないじゃないですか。そう、いわゆるティップトゥティップって先から先でこう体使うっていう、で股関節が柔らかいわ。おい、岸君いいっすね、入り方。なんか新メンバー募集したみたいな、そんなのあったよね。違った？まあいいわ。おお、おい、スムーズすぎてあれですけどね。見流しちゃうけど、超スムーズよ。スン、スン、うぅ。これさ、スクープ。右これドラッグしてブーン持ち上げてくる、こういうね見せ方できるのやっぱプロフェッショナルですよね。
か、もうね、エネルギーのほら、この顔から出てくるよね。こうやって引き上げてくる、ジャックアップってこうグーッとエネルギー上げてくると、こうなんですか、アームス叩くのかなみたいな、こうクランプの人たちのなんかこう体の使い方みたいな、表情の使える作り方っていうか、なんか分かりますよね、予備動作がね。うん、しかもここさ、カカ、この可動域なんですよね。グーン、ほれ、分かるかな、ブーンって。で、ここまで絞るんで、もうこれでこの、もうほんと、僕とかは、ダンスのスキル云々っていうよりも、体のスペックがどこまでこう動いて使えるかっていうところにしか興味がないので、やっぱ正直僕もダンスそんなにできる方じゃないし、ヒップホップと、ヒップホップの中で僕、ニュージャックスイングっていうジャンル一つのみがすごく好きだったから、ずっとやり続けてたけど、あとまあちょっとストリート系だったりとか、そう。で、その中でやっぱね、先生とか見てて一番面白いのが、自分らが想像しない可動域までコンコンってこう行ってる感、そのトレーニングのこういった世界で、正直トレーナーの世界の体の使い方なんて、もうほんとカスみたいなもんだから、本当に僕両方やったから言えるけど、トレーニングで使う体の幅なんてこんなもんですからね。本当にトレーニングやって動き語れる、トレーニングってそのなんていうのかな、筋肥大、筋肉マッチョ、それでどやるのはいいけど、動きに関しては全くどやれるジャンルじゃないからね、うん、あの筋トレが強い人が勝ち組じゃないからね、全然関係ないですからね、うん、筋肥大するのは確かにすごいですよ。ただその筋肥大とかそういうところじゃなくて、体の動作ね、なんかそこら辺って今みんな一般の人たちも曖昧じゃないですか、価値観が。筋肉あれば動けるのとか、筋肉あった人が勝ちみたいな、なんかマッチョであれば勝ちとか、でもその勝ちの路線とかジャッジの対象って全然違うじゃないですか。そう、あの人間長く生きるっていうことを考えたりしたら、やっぱり筋肉量多少あった方がいい、多少あった方がいいけど、あまりマッチョすぎて筋肉ばっかり大きいと腹も減るし体力も使うし、それを維持するための関節に負担もかかってくるし、逆に神経活性化しすぎると動いてるだけでも筋肉が張ってしまって、いわゆる使えない体なんですよね。それだったらエフォートレスパワーって言って、いかに力を最小限にしてダイナミックに早く強く動くかっていうところを追求した方がいいですよね。それが僕らパフォーマンストレーナーの仕事なんですよ。だから常にエフォートレスって言って、努力せずとも力を作るための体の構造の追求してるのが僕らです。その中で一番優れてるのはやっぱダンサーさん。よく聞くのがアフリカとか、その黒人さんのダンスやってる人たちって 2,3 時間ぐらいずっと踊り続けられるらしいんですよ。でそれって何かって言って力んでないからっていう。ただ僕の中ではクジンさんの僕深いとこ知らないですけど、やっぱりその筋肉、筋膜とかセンサーのスペックっていうのかな、やっぱこうマサイ族さんでビョンビョンビョン飛び跳ねる、そういったリコイルって言って、こうエネルギーをこうボン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 こうリサイクルして使うような、そういったバネの遺伝子っていうのは高いからこそ、力抜けてて力みがなくて、手足が長くて筋肉量がそんななくてっていう、そういう動きにはね特化されてるのかもしれないですけどね。うん、だからね、こういったあの一瞬の動きの中でやっぱ可動域がガンガンって作れる、うん、ブンブンって、この動き、ここで肘の面取って、ここでも面取るっていう、それが一瞬でできるっていうのはやっぱすごいことですよね、僕の中ではね。うん、これもエクスパンションって言ってね、こう、なんていうんですかね、表現の仕方で、拡大って言うんですけど、拡大するエクスパンション。そういうこう、表現ができるのは素晴らしいですよね、羨ましいですよね。もうしっかり絶対外さないですもんね、この足先これ、うん、やっぱヘッドつけてくるからやっぱうまいですね。あの力の使い方の表現がすごい、うん、テイストが好きっすね。おい、いやー今見ました、ドン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 って、うん、力の使い、反力使い方がうまいですね。で体の反応もいいですよね。おい、
やっぱ足がすっげー映えてるな。ほれ、松島くんだけだね。おー、足めちゃめちゃ動く。一番ダンス歴が長いのかな。うえ、うお、股関節柔らけ。おい、うえ、おい、ナイス。かっこいいな。やっぱさ、ジャニーズさん、もともとジャニーズの方々ね、いっぱい見てきてますけど、ターンかっこいいよね、やっぱね。うん、そうね。やっぱりこのリーチングの使い方、これ、かかとの位置がこれ全然違うんですね。まあ、こっちは球心的に絞ってるのと、こっちは、逆に言うとバックラインって後面側のこう体格使ってるんですけど、こっち絞ってるんですけど、まあまあどっちにしろですけどね、これ素晴らしい。これ指のディテール、ここら辺韓国が厳しいとこ、ここ全くどっちがどうなのっていう、ただエネルギーの使い方うまいっすよね。もう指先がこう走ってる状態、足先、この足先、かかとがこれだけハイキング、ハイギアって僕ら言うんですけど、ギアがこうやって上がってる状態でポイントする部分が鋭いって、これ大事ですよね。大事っていうか素晴らしいですよね、表現の幅が。幅さすがですね。こういう見せ方。There you go。股関節柔らげ。めっちゃ柔らかいな。バネがいいね。ここら辺はやっぱ出ますね。体重、こういう移動の仕方で足先ばっかりって言うけど、やっぱ映えるんですよ、やっぱ。何かっていうと、シフト動作、ウェイシフトって言うんですけど、シフトする動きってこれね、難しいね。ぜひトレーニングしてもらいたい。難しいよね、軸のシフトってめちゃ難しいんですよ。ダンサーさんもそう、シフトの動きって結構使い分けたり、自然に彼らって使い分けるんですけど、そう、軸がって言うんですけど、いろんな表現があります。軸を乗せるっていう、でこれはダンスの基礎であるんですけど、軸をこう乗せる練習がね、そう。だからいろんな言い方がありますよね。先生によっては腰骨を足に乗せるとか、頭を足に乗せるとか、いろんな言い方があるんですけど、いわゆる分離しないように。そう、なんでかっていうとね、体の軸っていうものをシフトすると体分離しがちになっちゃう。そこ、右に移行しようと思ったら左に骨盤が逃げていくし、左に移動しようと思ったら右に骨盤が逃げたりとか、逆に言うと、右にシフトしようと思ったら膝が曲がっちゃうとかね。そう、だからね、足裏からうまくこうやって体重を移動させないと、体とこう統合して軸が移動しないです。軸ってこれよ、面だったり、体のこの一体が移動しないです。こうまっすぐというか、直線がこう移動しないんですよね。そう、ここら辺がね、ダンサーさん面白くて、軸は固定したままこうアイソレが入ってたりとか、そう、だからこうやって移動してるように見えて、実は軸が固定されてるような状態でクルーズって言って、こう行ったりとか、あとこうちょっとスネーキーな感じで動いたりとかで、そうするとちょっとこう、なんていうのかな、エグさが出たりするんですけど、でもその中でもやっぱ軸をキープするっていうことは、やっぱ足先からうまくコントロールできないと、そう、動きが映えないというかね、エグさが出てこなかったりとか、やっぱここら辺はやっぱ松島くん一番うまいっすね。やっぱほら、足が全然動きが違う。うぃ、ああ、やっぱもう来たね。もう、あとはもう、こう、エネルギーのもう爆発がもうここまでできるって、やっぱそうですね。ブーン、いやー、楽しみじゃないですか。もう全然しなかった。もう、肩入るよね。わかります。巻き肩で肩こんだけねじ込んで入ってくるんで。めちゃくちゃ。腕に、
こうやってか、こうやって腕出すんじゃなくて、ここまで深み出すってことは、やっぱ肩甲骨だったり胸椎が柔らかい証拠なので、うって、そう。そこら辺柔らかくしたい人はね、こうやって手を置いておいて、手を固定して、肩引く、肩で前、手を前出す。肩で引く、肩で手前出す。後方に引く、前出す。こうやってね、腕をこうやってす、ボールでもいいから、こうやって置いて、置いておいて、肩前出す、肩引くって、こうやってこういう練習するといいですよ。これ別に手先使ってないんで、だからダンサーさんってこういうコントロールがめちゃくちゃできるんですよね。だからこう深み、素晴らしいですね。まあ、この一瞬で出てくるんですよね、こういうのはね。いやぐわーって絞り、いいっすね。うい、これはめちゃくちゃ息上がるだろうし、最後の決めあれ、これ佐藤くんはちょっとやっぱなんかこう佐藤くんらしいね、可愛さが。島くんはもう完全燃焼でバチッと待ってる。これが体の強さですよ、バーンっていうこの構え。体ってね、正直面白い。いや、めちゃくちゃ意外やったね。めちゃくちゃこういうの面白いですね。初め知ってた人が全然印象変わって出てくるって最高ですね。またぜひいろんなことを教えてください。さよなら。